マナティさん、あんまみんなに汚い顔見せられないよ。その辺よろしくお願いしますよ。あの子が急になぜか嫌いになったのは、あの子とたまに。はーい、マナティカフェオープンでーす。マナティチャンネル。はーい、皆さんこんにちは、マナティだよ。みんな元気してる？はい、今日も見えないけどキャンドル灯しながらアロマをくゆらせながらですね、お話していきたいと思います。もう早くも第2弾マナティカフェオープンでございます。皆さん乾杯しましょう。乾杯。ミルク入れただけのブラックのコーヒーでございます。無糖です。うん、美味しい。今日ですね、私こちらですね、クッキーの方を私自分で焼かせていただきました。こちらお勤めしてたらできないよ。お勤めしてたらできないよ、こんなの。まあそんな冗談はさておき、今日のマナティカフェのお供はブランチュール。午後の楽しい時間に皆さん一緒にアフタヌーンティーしましょうということで、まあ真夜中なんですけどね今。マナティではいただきます。うん、おいしい。これはね、コーヒーが進むわ。周りがサクサクの中にね、ちょうどホワイトチョコレートがいいバランスと食感で、うん、おいしい。前ね、私100均のダイソーに買い物に行ったんですよ。その時にいっぱいいろんなものを買って購入品紹介とか言って動画撮ったんですよ。でね、結局その動画お蔵入りになったんですね。考えたらすごいつまんなくて、なんだこれ、クソつまんねえなと思ってお蔵入りにしたんです。ごめんなさい、ちょっと口が悪くなってしまった。でね、その後にダイソーのコスメでメイクアップ動画は出したんですけど、他にもいっぱいいろんなもの買ったんですよ。でその中でね、なんかほら、せっかく100均でダイソーでいろいろ買ったんだったら、なんかさ、これ実はこんな風に使えるんですよとかさ、こういう裏技があってとかさ、こんなアイデアがあってとかさ、そういうなんか生活の知恵的なさ、そういうものを視聴者様に伝えれたら面白い動画になったと思うんですけど、一切全く私そういうの何も知らなくて、何にもないし、ただただダイソーで買ったものを紹介するだけで終わってただからもう削除したの、ピンと。だけどね、これだけは言いたいっていうものがねありました。その中で一つ、別に大した知恵でも何でもないんですけど、聞いてもらえますか？その前にもう一枚食べるね。アバンチュール？あ、違う、ブランチュール。アバンチュールはほら、ひとときの恋模様だったわ。これあれ似てるじゃない。あれ。ねえ。
ホワイトチョコレート挟まって、周りを薄いクッキーでね、サンドして。はい。紹介したいと思います。もうね、出ました、これ見よがし攻撃。これ見よがしに置いてあるんだけど、ちょっとまあ、あの半分しか見えてないんだけど、前回私あの誰も見る価値のない動画っていう動画を出したんですよ。その時に私アロマのことを話したんです。アロマが好きだから、アロマ雑貨アーティストとして、私が最近ハマってるものとして消臭ビーズの話をしたんですよ。消臭ビーズってつぶつぶで、なんかバブルボールみたいな、ゼリーみたいな感じで可愛いし、それで消臭ビーズって効果あるのっていう、本当に効果あんのみたいな、そんな話したと思うんですけど、で毎回100均行くと、あのどこの100均でも消臭ビーズ見るんですね。そうすると、まあなんか香りがついた消臭ビーズは売ってるんだけど、無香料の消臭ビーズが人気でいつもないんですよ。キャンドゥ行ってもない、違うところのキャンドゥ行ってもないで、セリア行ってもこの間なかったので、毎回ないなと思って、結構人気じゃないと思って。置き方はあるんです、詰め替え用がないの。詰め替え用の 500g がないわけ。置き型の 300g はあるので、私はキャンドルに使ってた100均のグラス、それをもう使ってないから、それに消臭ビーズバーって入れて、それでレモンとティーツリーとローズマリーの精油をね、エッセンシャルオイルをこう垂らして10滴ずつで置いてるんですっていう話をしてたの。それがさ、かわいいグラス見つけて買ってきました。こちらじゃん、これかわいくないですか。これダイソーで買ったんですよ。これね、おしゃれじゃない。これ花瓶なんだけど、これね、後ろ消臭ビーズ見て、たっぷり入ってんの。キラキラ綺麗じゃない。で、下から大きくなってて、上になると小さくなってく、グラデーションとかも可愛いし、これに、だからレモンと、匂いがなくなったらローズマリーを、こうやってこう垂らすわけよ。こうやって、トボ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 、適当に。まあ、10滴ずつぐらい。ダイソー行ったらありましたよ。5個買ったの。5個。これ。じゃーん、消臭ビーズの無香料 500g 袋です。2袋をここに入れたの。これ可愛いから、これでいいじゃない。これドーンと置いといたらさ、口が広いから消臭効果もたっぷりだし、インテリアになってるわけよ。キッチンのそのゴミ箱の近くに置いてるのと、あと玄関に置いてるの。すごいインテリアになって可愛いわけ。良くないですかこれ。そしたらね、私すごい大発明をしてしまったかもしれない。それが何かと尋ねたら、これの中にコバエがすごい入るんです。ごめんなさい、汚い話して。本当に、嘘じゃなくて。私ね、たまたまこうね、中に黒いものが入ってるなと思って、消臭ビーズ小さくなってきたかなと思って、こうやって見たの。見せれないんだけど、汚いから。コバエが死んでんのよ、いっぱい。もう、一匹二匹じゃないの。もうね、十匹ぐらい。奥の方まで。両方とも。すっごいでっかいのもいるの。一匹。うぅ、気持ち悪い。なんでかわかんないのよ。私だから知らないうちに、
コバエホイホイ作っちゃったの自分で。本当に。だから多分あれってコバエってどうしてもね、自炊する人とかは仕方ないんですよ、湧くんですよ、どんだけ部屋をきれいにしてても。そしたらさ、これインテリアとしてさ、消臭ビーズが綺麗だから、私は消臭ビーズ綺麗だし、アロマの匂いをねこう垂らして、でアロマの匂いなくなったら足せばいいやって、さっき足したみたいに足していけばいいやっていう感じで、それで空気清浄効果とリフレッシュ効果と、あと除菌抗菌とか防カビ効果と抗感染症作用とかさ、いろいろあるんですよ、アロマの効能が。それでやったらびっくり、こんなにコバエが取れるんだと思って、消臭ビーズで。皆さんもやってください、よかったら。だから100均でグラスを買って、花瓶を、それに 500g の消臭ビーズを、無香料のやつをね買って、あとは精油エッセンシャルオイルはレモンとローズマリーがおすすめ、どこでもいい、アロマショップで。 10ml、 レモンもローズマリーもそんなに高いアロマじゃないから、すごいリーズナブルに何百円かで買えると思う、2つとも。まあリラックスしたいとか寝室に置きたいとか、そういう場合はラベンダーとオレンジ入れたりとかね、そういう風に変えればいい。だからね、今日はね、それがね、紹介したくて。裏技じゃない？消臭ビーズで、消臭もできます。インテリアで可愛いです。プラス、アロマ使って、コバエも取れちゃう。コバエも殺せる。これ私、裏技じゃない？結構。発見ですよ。だもしよかったらね、参考にしてやってください。100円100円100円だから。アロマオイルだけはちょっとそんな高いもんじゃないからね。うん、あー消臭ビーズ綺麗と思ったら中に虫がいっぱいいたからびっくりした、ほんとに汚ねーと思って。あー美味しいコーヒーが追加で。じゃあ奥さん、今ねいいこと考えたの。私、皆さんさ、ソラフラワーってご存知ですか？これ見て、バラみたいな形してるんだけど、ドライフラワー屋さんとかに売ってるんだけど、これね、こうやって見るとお花に見えるじゃないですか。木の幹なんですよ。ソラフラワーってネットで検索したらすぐ出てくると思うんですけど、いっぱい100均にも売ってるソラフラワー。そう言われてみれば、これ今ね私思い出しました。こう加工して職人さんが、それでこうバラみたいに、こうお花みたいにするわけよ。そうするとね、ここスポンジみたいですごく水の吸収がいいんですよ。だからアロマをここに垂らして花瓶にこうやって刺して飾っとくと、この花自体がディフューザーみたいな役割を果たして芳香するの、優しく香るわけ。これ良くない？これをさ、このさ、あ、落としちゃった。これがね、たま、あ、また落としちゃった。何やってんの。これをさ、私さ、大きいのが3つあって、これブスッとさ、刺したらどう？これ
可愛くない？針金だからちょっと曲げれてさ、ほら、こう前に向かせれるのよ。でプラスまだあるの。私ね、あの新しいね商品を、アロマ商品を作ろうと思って、ソラフラワーを買って、でいろいろ試行錯誤したんだけど、結局商品化までに至らなかったの。でプラスこのね、こっちのソラフラワーはね、間違えて小さいの買っちゃったのよ。これ小さいのよ、こっちより。ほら大きさが、これほら、だから何個かさ、こう生けてさ、生けた感じでさ、こういいんじゃない？ほら可愛くない？こっちにもこうやって生けて、これどう？こうやってお花、真ん中にブスブス刺すだけよ。消臭ビーズに刺すだけ、お花。それでここでよ、ローズマリーをこのソラフラワーに垂らしとくの。何滴か、お適当に、ポタ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 っと。そうするとソラフラワーがエッセンシャルオイルを吸うから、これ吸って芳香するの。パーッと匂いを出してくれる。あ、これいいかもしれない。かわいい。ナナティ、マナティのね、ちょっと常人じゃ思いつかないセンスの片鱗を見せたというような感じで、今あの動画で説明してる最中にこういうことが起こってしまいました。こういう素敵なものがね、こう生まれてしまいました。そしてそれを皆さんに発信して、もう誰でもこんな簡単に作れるよっていうね、で匂いは取れるわ、空気はきれいになるわ、抗菌作用もあるわ、小映えは取れるわ。すごいじゃない。これはすごいアイテムだわ。ダイソーの購入品紹介の動画を撮ったんだけど、つまんない動画になっちゃったからボツにしたけど、いざもう一回あの持ってきて出してみたら、こんな可愛いアイデア商品ができちゃった。マナティすごいね。そして綺麗なもん、どんなインテリアにも合うでしょ。これ別にこのシール剥がしてもいいのよ、リボン取ってもいいし、どんなインテリアにでも合うでしょ。こう後ろ見て、こうほら透明、別にあのピンクが好きだったらピンクの消臭ビーズにすればいいのよ、紫が好きだったら紫の消臭ビーズにすれば綺麗よ、ブルーとグリーンのミックスにしても綺麗ね、好きな色にできるじゃない、消臭ビーズが。黒い消臭ビーズもあるからね、タピオカみたいな。私この間炭のやつ買ったけど、白がなかったから黒買ったのよ。今トイレに置いてあるんだけど、すごいタピオカみたいなのよ。そう、黒、ほら黒にしたらさ、モダンでさ、男性の部屋とかにも合うじゃない。やだ、私こんないいものをさ発信しちゃったわ。大手の会社が盗むかもしれない私のアイデアを。ねえ、どうしようかしら。大手の会社が盗むかもしれないアイデアを。
すぐにあの特許取らないといけないもん。はい、クッキー食べました。完食です。なんかカフェマナティ15分で終わりたいなっていう感じなんだけど、なんかベラベラ喋っちゃうよね。これ何分撮ってる？何分撮ってるかな。はい、会員しました。イエーイ。はい、それでは皆さん、今日のカフェマナティいらっしゃっていただいてありがとうございました。美味しいおコーヒーが飲めました、皆さんと一緒に。はい、それでは閉店のお時間がやってまいりました。皆さん、カフェマナティにご来店ありがとうございました。はい、それではこの動画が良かったらグッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。ちょっと自分でもはっ、センスが光っちゃったね、私の。